自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で、安倍派の幹部らが東京地検特捜部にキックバックは会合費などとして適切に記載されていると思っていたという趣旨の説明をしたことが分かりました。関係者によりますと、安倍派ではパーティー券の販売ノルマを超えた収入が議員側にキックバックされ、収支報告書に記載されていない疑いがあります。 その後の取材で、安倍派の幹部らが特捜部の任意聴取に対して、キックバックは会合費や障害費として適切に記載されていると思っていたという趣旨の説明をしたことが分かりました。いずれも不記載への関与を否定しているということです。特捜部はこれまでに安倍派の幹部6人のほか、 派閥を取り仕切る事務総長を務めた経験がある下村博文元政調会長からも任意で事情を聞いていて詳しい経緯などについて調べているものとみられます。